そういうわけじゃない。いや、下げてます。いや、そんな下げるなんて。もう私、下げる。どこが好き？はい。小島さん、どこが好き？やっぱりあれですね、正直なんて言うんでしょう。出てこない、出てこない。出てこない。いや、ほんと出てきます。なんか。ほんと出てきます。ほんと出てきます。じゃあなんか。どういうところに愛を感じる？そう。まあ、サンゴは、メガネ外さないと。じゃあ外してます。小島さんのこと。そうそうそう。いや、あんま、照れくさい。なんで、その怒るときは怒ってくれたりとかしていただいてるんですけど、なんかすごい、なんて言うんでしょう、なんて言うんでしょう、昨日全然違う。いや、違う、ほんと、ほんとっす、ほんとっす。ちゃ、ちゃ、言葉にうまく表せないんですよ、なんかその、感じるんですけど、その、やっぱり家とか帰って感じたりするんですけど言葉にすんのが難しくて、いや、やっぱ怒られたりするんで厳しいっていうか、なんかそう、怖いところもあるんですけど、やめてくれよ、ほら。でも、みんな気がする。はい、はい、あれなんですよ。いや、やっぱり、なんていうんですかね、普段、いや、メンバーといてあんまり行ってこないんですよ。だけど、見てないようなところで見ててくれてて、ちゃんと大事な時に、あ、そうだね、僕たちのことを助けてくれるんで、そう、そう、それはすごく、それを言いたかったね。そう、すごい。やっぱり、なんかその人にとって、なんかここを直してくれたら、やっぱその人にとってプラスになるようなことだけを言ってくれるっていうか、自分じゃ気づかないところを、いつもすごい言ってくれる。例えばなんかその姿勢とかも結構和島さんのおかげで治ったりとか、少しずつなんでちょっとやっぱり、はい、その和島さんのおかげで変わりました。はい、和島さんとかとそのメンバーとかでその話す時とかあるんですけど、楽しいです、その時めっちゃ。何それ、なんて言うんでしょう、感想じゃん。ただの感想じゃん。いや、なんかそのいやそのないっすよ、本当直し欲しいとかないっすよ。僕だけにあたり息ついてます。はい、また息ついてます。はい。あ、思わないっすね。思わない。いや、カメラ越しにちょっと行ってみなよ。いや、思わないっす。行ってみなよ。強気になってくる。え、な、何を言うのさ。ちょっとあの時はちょっと、あれはちょっときつかったっす。はい、そういう意味。ちょっと、夢の中でちょっとおかしいじゃないですか。ちょっとあれはちょっと理不尽じゃないですか。夢の中で喋りかけたら、ちょっとあれはちょっと本当ショックです。ね、どういうこと？夢の中で優しくしてください。いや、その夢の中で和島さんが出てきたんですよ。で、そう、和島さんって話しかけたら、ぶっ殺すぞって言われて、ちょっとさすがにそれはちょっと、えってなって、ちょっと理不尽だなって、ちょっとそれはちょっとおかしいんじゃないかっつって、ちょっと不安を持って起きたら、あ、夢なんだって、よかったって言って、でもそこでもう解消されたんですけどね。もう解消された話なんですけどね、これは。やばい。夢のまんまでした。夢のまんま。出会った瞬間、頭の中が真っ白。ドキ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 張り裂けそうなハート。俺の愛を届けた。大好き、僕は君に夢中。今すぐ抱きしめたい。君の心に入るパスワード。教えてくれ。はい、決めます。先生。お前決まってねえ。ちょっとひどかったな。変顔しすぎて視界がボケてる、やばい。あー、僕の飼い犬です。マイペッツ今はです。マイペッツ。うわ、今年初見だ。見てください、この壮大な景色。これもう本当にもうあそこにむしろ東映って書いてもおかしくない感じです。違う。ちょっと B さんで来ればよかったですね、これは。ちょっと
ローパン。東京ないっすよこれ。これサンゴ礁じゃないですか、これサンゴ礁の化石じゃないですか、これちょっと違いますか、俺こうやって掘り起こすに、これちょっと化石ですよね、これはい、恐竜の頭部ですね。高値で多分売れると思います、これすごいっすね、本当にティラノザウルスの頭部じゃないですか。そう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 、ティラノザウルスの頭部、博物館に持っていけば。そうだよ、いや、遠くまで入れないですね、これ。やばい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 、ロープあったらやばい、危ない危ない危ない、ちょっと危ない。あ、沼です、あそこ。あのね、ちょっと水たまりがね、入ってて、これ。いや、サンダルだったらもう俺多分あの奥まで行けてました、サンダルだったら。ちょ、ローファーだったんで、ちょっと遠慮をね、しなきゃいけないということで。泳ぎますよ、泳ぎますよ、もう早いんで、僕ちょっと、はい、ちょっと早いです、多分25メートルが、だいたいまあ、30秒ぐらいです。周りが結構14秒とか、個人的には結構早いと思うんですけどね。ちょっと行きました、なんかすごいですね、なんか本当今年本当初海です、ちょっと本当になんでワクワクしてます、もうここ初なんで。いやいやいやバカお前。いやでもいいですね、本当にね、眺めもいいし、本当にちょっとね、本当にまたいいんだこれが。入れないのこれ。ああ、海は大きいんだな。そうだな、うん、カヌーでもしたいところだ。行くか、バカ野郎帰ろうお前。これもこれファッション的に無理だけど、うん、これがもし、うん、ビーチサンダルとかだったら全然あっちまでっすよ。お前には関係ないだろ。関係あるわ、もう行くよ。